マヌカチェは、フランスのドラマー、ボーカリスト。バルドマルヌケンサンモールイコールデイコールフォースセ生まれ。父親は、コートジボワール出身。母親は、フランス人。7歳からピアノを習い、音楽大学でパーカッションを習得した。作曲も多く手がけているが、マヌカチェのマコッチョは、その激しく、洗練され、かつ、ユニークとも評されるそのドラム演奏にある。彼の名は、 1986年に発売され、大ヒットしたピーター・ガブリエルのアルバム、そのセッションに加わったことで一気に有名になった。その後は、ポップやロック音楽の分野で、アルディメオラ、ダイアー・ストレッツ、ジョー・サトリアーニ、スティング、ユッス・ウン・ドゥールや、ピーター・ガブリエルなどのミュージシャンのレコーディングやライブに、数多く参加している。2005年9月12日には2枚目のソロアルバム、 ネイバー・アフト・ OECM より発表。そこには、そのタイトルが示す通り、ヤン・ガルバレク、トーマス・スタンコ、マルチン・ボシレフスキ、スラボニール・スラボミルクルケビッツといった、彼の地域である早々たるタレントが集結している。また、ヤマハと共同で、子供向けの本格的な小型ドラムというコンセプトの、コンパクトドラムキット、ジュニアキット開発や、 ジルジャン社へのドラムスティック設計アイデア提供など、楽器の開発にも協力している。ありがとうございます。